はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちら、キャプテンスタックの新製品ですね。 UL1059 フラップ FD コンテナ50カーキ、こちらご紹介していきたいと思います。はい、まずスペック表記などから見ていきたいと思います。まず幅 530mm、 ドック行きが 365mm、 そして高さ 335mm となっております。有効ナイスンと書いてありますけども、こちら開けた状態でのこのナイスンですね。そして収納サイズ、厚さ 95mm まで小さくなります。ちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。非常に簡単に折りたためる。物流とか小売りの方は分かると思うんですけど、折りたたみコンテナなんて言い方をしますね。これで 95mm の厚さですね。非常に薄くなります。重量はですね、 3.2kg となっております。耐荷重 15kg まで大丈夫な設定になっております。こちら容量をリットルで表すと 49.5 リッターとなっております。まあ、50リッター近い広大な容量があります。素材ですけども、ポリプロピレン製になっております。一部ですね、このアタッチメントというかですね、ビスとかこの金具の部分ありまして、まあ、ここは鉄かと思うんですけども、まあ、本体自体はですね、ポリプロピレン製となっております。はい、こちら、そして生産国なんですけども、日本製になっております。日本のですね、この折りたたみコンテナで非常に有名なメーカーがありまして、そちらの工場で製造されている製品になります。で、積み重ねなんですけども、物を入れた状態でですね、最大で3段の積み重ねというような形になっております。カラー展開ですけども、こちらカーキのカラーになります。ちょっと光の当たり具合で見にくいかもしれないんですけども、はい、そしてもう一色がこちら、ヴィンテージグリーンになります。この2色展開になっています。で、実際容量どのくらい入るか、まあ、こんな感じでメーカーの方の画像ではこのような収納状態の例が載っておりますね。これだと多分上がこう閉まらないぐらいパンパンに入っているんですけども、まあ、それでもこうテントとラグですね、そしてランタンと食器、水筒と手袋、ケトルなんかも入った状態で、まあ、このくらいの容量ありますね。まあ、50リッターなんで結構大きめなダッフルバッグと同じぐらいの容量ありますね。ソロキャンプだったらもしかしたら、まあ、道具がコンパクトな方はこれ1個でもう物が済んじゃう方もいらっしゃるかなと思います。はい、でこちら開閉箇所なんですけども、上と前後と横計4つあります。まずはですね、この前後に2箇所、そしてこちら上の部分ですね、こう両側が噛み合うようになってますね。そして最後にこちらは、横は片側だけなんですけども、こちらロックがされているので、ここをこう引っ張っていただくと、はい、このように横の開閉部あります。結構広いですね。もうほぼほぼ横は全開くらいまで開いてしまうので、出し入れには楽な感じになっていると思います。扉がこの2段にこう折れる仕様になってますね。ロックがついているのが便利ですね。ここをこうまた戻してやると、これでロックがかかった状態になりますので、バタッとこう扉が開く心配もないという形になってます。上の部分はですね、ロック機構がないです。一応このサイドとかにですね、よくこう結束バンドとかでこう縛って止めたりするための穴ですかね、通っているので、ロープ的なもので縛ればロックできないことはないんですけども、基本的にこんな感じでこの上の部分、地面と平行にして使う方が多いと思うので、ここのロックがスポイルされた機能になっているんだろうなと思います。前後の開閉部分にキャプテンスタックのロゴが入っていますね。まずこちらがワンポイントのロゴと、でこっち側はキャプテンスタックレタリングでロゴが入っています。はい、今上のボックスはですね、折りたたんだ状態でこちら下のものに載せてありますけども、まあ、折りたたみコンテナのいいところはですね、やはりこう使わない時に非常にコンパクトに収納できる、場所を取らないので、まあ、普通の自立式というかですね、折りたためないコンテナとの一番の違い、便利な点になってくるかなと思います。まあ、このような形でですね、今ステッカー貼ってありますけど、まあ、こんな感じでチューンしていただいて自分好みに楽しむこともできるかなと思います。はい、今回はキャプテンスタックの新製品、フラップ FD コンテナ50ご紹介いたしました。以上になります。